ヨープロ雑誌のセコルです。いつもご視聴ありがとうございます。原神のニュース見ていきたいと思います。で、迫る客制って読むんですかね。これ新システムが追加されて、これ今回、まあ、都市の、まあ、探索であったり、そこら辺がかなり、優秀になります。システムが優秀になるというアップデートされるような内容になります。で、今回のこのニュースを見て動画にした理由は、まあ、どういうふうに、まあ、このシステムを利用していく、あるいはまあ進めていくのがまあいいのかなというところでお話ししたいと思います。まず都市評判、これがすげえ重要なんですけども、まあ、冒険者ランク21以上じゃないとできないんですが、モンドとリーユへのまあ評判が、まあ冒険者について回るというような感じになります。で、これの上げ方なんですけども、この評判のレベルアップ方法、まずは地域任務、世界探索とか、まあ、そこら辺の、まあ、通常今までやってたものに対してなるのと、討伐検証っていうのがあります。これを、まあ、回数制限ですね、原神あるあるの回数制限、まあ、これ毎週月曜日の、更新、例えばトワリンとかあの狼のアンドリュースだっけ、あれとかも週1ですよね、まあ、それに追加されて討伐が週に3回できる、これがまあ、評判レベルアップ経験値を得ることができるみたいなことだと思います。で、住民のリクエストとかもそれに付随して、まあ、解放されると。月曜日更新です。これも週に3回。なので、まあ、通常こうやって任務を全部クリアしているプラス、新しく追加されるこのウィークリーのミッションみたいなことがレベル上がり要素。で、話を聞いてると、ここの回数が制限されてますんで、まあ、時間かけてやればやっただけ評判を上げれるっていうわけじゃないんですね。で、まずはモンドとリーウェにレベルが分かれてます。なのでどっちの方を優先して上げてった方がいいのかなみたいなことを多分皆さん、最初に思うと私は感じております。なので、まあ、個人的な見解でお話しさせていただきます。はい。で、僕の個人的な見解としては、モンド評判システム報酬の方を優先した方がいいのかなと思います。で、まあ、この理由としましては、まずこのレベル5のこちらの携帯式栄養素の設計図、これって冒険をしているときにアイテムを開いてなんか飯食ったりとかしなきゃいけないじゃないですか、アイテムなんて。それをショートカットキーみたいなのが追加されて、まあ、普通にそのまま使うことができるみたいなものになります。これですね、これがモンド評判レベル5で手に入るものなんで、まあ冒険を楽に進めるのであればこのショートカットキーが増える、これをまず優先して取るのがいいんじゃないかなっていうことになります。なのでモンドしかないんで、モンド評判にしかないんで、こちらで理由は何なのって感じになると、料理を作る場所がどこでもできるようになるっていうものなんで、であれば別にどっかで料理しちゃえばいいんで、こっちの方が優先度高いのかなと思いました。で、次レベル6で手に入るものに、今回の目玉のポケットワープポイントの設計図が手に入るんで、これはね理由の方だと手に入らないんです。なのでレベル6で入る、まずここを手に入れるのが最優先だと思います。この2つですね。なのでモンドの評判を先に上げるべきだと僕は思います。で、なぜならこの多分討伐とか評判のやつはその都市で分かれてないんですよね。だからどっちの都市を優先する、ここに全ての都市でこの回数が共有されるって書いてあるんですね。なので今回はモンドを進めるような内容になってます。で、6まで行ってしまえばあとは壁紙とかレシピとかなんで、まあ、ムーンパイちょっと気になるんですけども、まあ料理とかあんまり、まあ、ゴリゴリ必要ないなってことであれば、モンドをやったら次はリーユへのレベル6までやって、あとは好きな方のレシピのあと羽を手に入れる方をやっていくっていうのがいいんじゃないかなと思いました。なので、まあ、11日からはそういった形で意識してやっていくと、まあ、かなり効率よくできるんじゃないかなっていうことになります。はい。で、その他にも、まあ、気になるところとか細かいね、こうワンポイントの使用回数に、まあ、制限があるとかなんで、まあ、ここの
まあ、一体どこに使っていけばいいのかなっていうところも非常に重要なところになってくると思います。ポケットワポイントはね、週に1回しか生成できないってことなんで、どこに置けば、まあ、時短になるのかなっていうところもあると思います。はい、でですね、ポケットワポイントの、まあ、おすすめの場所としては、まあ、マップ見てもらうと分かると思うんですけども、モンドとリュウエの境目のところの崖があるんですよね。地中の塩ってとこと石門ってとこと暁ワイナリーの間の高台になってるところ、ここって登るのむちゃくちゃ大変なんですよね。ただここ素材とか鉱石とかも結構あるんですよ。なので僕がもし作るとしたら、ここの境目のところの高いところに作ると思います。はい、まあ、今回のニュースで、まあ、個人的な意見を述べるとしたら、まあ、そこら辺になります。あとはまあこちらの原始ニュースの方を皆さんが見て、まあ、大体どんな感じなのかなってわかると思います。まあ、個人的には僕はキャラ考察するのが好きなんで、キャラ図鑑システムなんかが増えるのが非常になんか僕は楽しみですね。これ今まで自分が持ってるのしか見れなかったんで、まあ、キャラ考察するにあたってこういう風に見たりとか、あ、このキャラにはこれ合うんじゃないかなっていうのが見れるんで、まあ、僕はおすすめというか、まあ、これが一番気になるところである、個人的にはですけどね。はい、ということで、まあ、以上となります。原神ニュースを、まあ、見ていったんですけども、まあ、今回僕のおすすめするところ、まあ、あくまで、まあ、個人的な見解なんで、まあ、好きなように進めていただいていいんですけども、まあ、モンドのレベル6までやって次はリーウェイに行くっていうのが、まあ、僕的にはいいんじゃないかなと感じました。ではまた皆さん、原神ライフまたお楽しみいただければというところで、お役立ち情報とかいろいろやっていきます。先日出したキャラのビルド動画とかもありますんで、そっちの方もぜひ一緒に見ていただけると嬉しいです。また11日のアップデートがね、まあ、公開されましたら、まあ、キャラクターなんとか手に入れたりして考察動画、まあ、ビルド動画であったりまた出していきたいと思いますんで、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方で、まあ、ご支援いただけると非常に嬉しく思います。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。